ホテルエルロワイヤルは2018年のアメリカ合衆国のミステリー映画。監督はドリュー・ゴダード、出演はジェフ・ブリッジス、クリス・ヘムズ・ワースら。化けありの宿泊客たちが泊まるホテルの思わぬ事態を描いている。1969年、カリフォルニア州とネバダ州の宗教の上に立つ、寂れたホテルエルロワイヤルに集まった7人の男女。 彼らは、お互いに、全く関係のない人生を送っていた者たちで、あったが、全員が重大な秘密を抱えていた。やがて、それぞれの正体と、ホテルに隠された衝撃の真実が浮かび上がってくる。カッコないは日本語吹き替え2017年3月8日、20世紀フォックスが、ドリュー・ゴダード監督の新作映画の権利を購入したと報じられた。8月23日、 クリス・ヘムズワースト・ジェフ・ブリッジズが本作に出演することになったとの報道があった。なお、コダード監督はトム・ホランドに出演オファーを出していたが、交渉は不守備に終わった。24日、ケイリー・スピーニーの起用が発表された。29日、シンシア・イリボの出演が決まったと報じられた。2018年1月8日、ダコタ・ジョンソンがキャスト入りしたとの報道があった。 2018年10月12日、マイケル・ジアッチーノが本作のために作曲した楽曲を収めたアルバムと本作のサウンドトラックが別々に発売された。なお、劇中で使用されたにもかかわらず、サウンドトラックには収録されたなかった楽曲もいくつか存在する。 コダード監督が本作を音楽へのラブレターと表現していることからもわかるように本作は音楽に特に力を注いだ作品でもある。シンシアエリボの歌唱シーンは撮影時に実際に歌唱が行われており、口パクのシーンは一つもない。使用された主な楽曲は以下の通り、2018年5月29日、本作の劇中写真が初めて公開された。 6月7日、本作のティーザートレーラーが公開された。8月28日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。9月27日、本作はファンタスティックフェストでプレミア上映された。28日、本作はサンセバスティアン国際映画祭のクロージング作品として上映された。日本では劇場未公開だが、2019年3月6日から、 デジタル配信が開始され、DVD とブルーレイが同年4月19日に発売された。本作は、グースバンプス呪われたハロウィン及びファーストマンと同じ週に封切られ、公開初週末に900万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものであった。2018年10月12日、本作は、 全米2808巻で公開され、公開初週末に713万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場7位となった。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのテントマトズには230件のレビューがあり、批評家支持率は75%、平均点は10点満点で6.67点となっている。サイト側による 批評家の見解の要約は、スマートかつスタイリッシュな作品であり、名演技を随所で見ることができる作品でもある。ホテル・エル・ロワイヤルは、辛辣な社会風刺を込めつつも、純粋なポップコーン・ムービーの面白さを観客に届けている。となっている。また、メトクリティックには43件のレビューがあり、過重平均値は60、100となっている。なお、本作のシネマスコアは、 B マイナスとなっている。ありがとうございます。